1975年から1978年にかけて敵対する中国人民解放軍海軍への SY-1 ミサイルの導入を受け台湾の国家中山科学研究院が開発した対艦ミサイルシステムである。n c a シス s t のこれまでの対艦ミサイルの開発経験は MQM-33B ドローンに弾頭を 実験的に適合させることだけだったので、SY-1、SI、ミサイルに対抗するために、イスラエルのガブリエルマーク I をベースとして必要な修正を加えたもので、実質的には、ガブリエルマーク II の台湾型となっている。本システムは、台湾製の CS、SPG-21A を目標補足、下機管制レーダーとして使用する。CS、 SPG-21A の射程は 37km とされていたが、あとに 46km にアップグレードされた。UFO、通型ミサイルを運用するまでは、中華民国海軍のギアリング級とアレン・ M サムナー、旧駆逐艦の大部分を含むすべての第一線級水上戦闘艦に搭載される主要な対艦兵器であった。中華民国海軍の沿岸戦闘艦、特に、 海かもュ急ミサイル艇といくつかの陸上施設に配備された。より大型の小海艦や海岸砲に搭載される u 風、通型にとって変わられたため、HF-1 は段階的に使用されなくなり、本ミサイルを搭載した最後の艦は2013年、初頭に HF-2 に改造された。ミサイルは廃棄のために NCA シストに戻された。派生型の IA は、 レーガーでエンパコード系、冷却システム、ロケットモーターなどを改良して作られた。再設計されたミサイルは HF-1A と名付けられ、1981年に生産が開始された。ありがとうございます。